デザインもこの構図ね、すごいです。あの、イラストレーターとか漫画家、志望の人、ぜひ DVD で止めて、プリントアウトして、トレスしてください。自分のためにだけやるんだったら大丈夫。なんでかっていうと、飛行機の前の部分のパースは、このハイライトの形と配置で表現してるんですで。エンジンと主翼のこのステイ、棒ですね。支えてる棒で、この前方の空間の基本パースを決めてるんです。こういうふうに基本パースを決めて、このハイライトで補助線を入れてやると、 ポルコの首の位置、どこでも大丈夫なんですよ。で、尾翼の位置も絶妙になってます。登場人物、主役がキョロキョロしてたら、観客の目って主役の顔に集中したんですけども、この位置だったら尾翼がちゃんと動いているところも、観客の視線の中に収まるように配置されてるんです。かなり抜群の構図だと思います。